はい、じゃあ大阪桐蔭高校の問題やってみましょう。これまあうちの塾生にこれやらしたけど、まあ結構、まあ、成績の上位の子がパパってやっちゃいましたもんね。まあちょっと成績良くない子は戸惑ったみたいだけど、はい、いきます。右の図は長方形 ABCD を線分 EF を折り目にして折り返した、こう折り返したと。IF、これか、あ、違う違う違う、これか。IFG が62度で、ここの IEF を X 度とした時の X の値を求めなさいと。じゃあちょっと10秒ぐらいして始めましょう。ちょっとやってみてください。これね、一応答えは59度です。答え59度になるかどうか。おっと、ごめんなさい。はい、じゃあ行きましょう。じゃあこれ書き込みますよ。これ60、ここの、あ、ごめんなさい。まず、この X ってことは、これも X ですね。これも X ね。まあ、ここで、もうこれを拡大してやりますよ。ここが X だったら、これ X ね。で、あと、ここの四角形で考えたら、90、90、62だから、360、内角の和360度になるように、118になりますね。118。じゃあ、対頂角でこれも118。あ、そうか、対頂角と、あ、そうか、ごめんなさい。118出さなくても、これ62だから、これ平行なので、これ62ってした方が早かったかな。で、こっちが6、まあ、これも平行です、錯覚。118出す必要なかったか。まあいいわ。分かる角度を書いていった方が安心しますもんね。で、もう3つ足して180度。ということは、180、これに書く。180、イコール62足す 2X。ってことで、X は59か。っていうふうにね。ちょっとすみません。殴り書きみたいな感じが。X は59度です。っていうふうにやってください。はい、以上です。